ちょちょです。今日はどこに来ておりますかと言いますと、軽井沢ですね。そうです。まあね、ちょっとくらい前にね、僕ね、カフェのなんか口出しをしますみたいなね、まあなんかそういう動画を出したと思うんですけども、今日はもうあの土地ですね、さら地の状態のところをこうお見せ しようかなと。でそこからまあ建物がたたっていく様子からね、何からこうちょっとまあその過程もね、プロセスをコンテンツ化していきたいなと思いますので、そのもう第1回ですね。はい、じゃあ行きますよ。立つ予定の土地、3、2、1、ボン。ここですね。まあちょっと分かりづらいかもしれないんですけどもね、広さとか距離感とか、この辺に立つ予定ですね。でも一応土地は全部ここ買ったらしいんですよね。ここの土地全部、これどれくらいって言ったらいいかな、何メーター何メーター なんか言ってたんですけどもね。はい、こんな感じの更地でございますね。ここにまあここですね、こっち側に一応建物が建って、こっち側はちょっと駐車場みたい、駐車スペースみたいな、感じになるようです。はい、ちょっと歩いてみましょうか。本当今はもう何もない更地でございますね。で周りは結構ね別荘ですね。この後ろもこちらも別荘でございまして、でこのね土地自体がまあどこにあるかってことをまあちょっと言いますと、ちょっと歩きますよ。あのね、軽井沢駅だったり、まあショッピングプラザがあるんですよね。アウトレットとかがある、軽井沢のアウトレットとかがあるあのショッピングプラザからですね、多分歩いて15分とか20分かかんないと思うんですよね。ここだ、意外にいいんですよ、アクセスは。うん、あれ確かね、歩くともうちょっとかかんのかな、わかんない、あ、いやでもそんなもんかな。あのそこにプリンス通りっていうのがあってですね、まあ結構メインの通りなんですよ、軽井沢の中では。でやっぱ軽井沢の一番の中心地って駅前で あり、まあショッピングプラザなんですよね。プリンスショッピングプラザっていうね、アウトレットがあるところなんですけど、はい、そのねあの道がここにあって、これがこの目の前にあるんですけどね、この道ですね。はい、こういった感じで結構ね、まあ今9月くらいなんでシーズンオフって感じなんですけど、夏とかね、もっと言うとこの正月とかそういうシーズンになるとですね、もうここもう車やばいですから、ブワーってね、ショッピングプラザの方までブワーっと行くっていう感じの、そういったところで、まあ周りはなんかそこ実はペンションみたいな感じだし、なんかまあ軽井沢らしっぽい感じの土地ですね。はい、そうなんです。だから意外にねアクセスはいいと思いますよ。意外になんかとんでもない山の中にあるとかっていうわけでもなく、歩いていけばショッピングプラザとか駅前まで行けますし、車だともっと近いかな。車だと本当に10分もかからないくらいに来れて、で今日すみません、ちょっと天気悪いんですけどね、天気悪くて見えないんですけど、晴れてたらあっこに浅間山が見えるんですよ。浅間山がねドカーンとね見えて、すごい景観が綺麗でですね、ちょっとお見せできなくて残念なんですけども、で一応カフェがたたったらそこからもこう見えるっていう三段になっておりますね。でここの道が僕結構好きなんですよね。このおそらくですよ、カフェができたらここの道から建物の面がボーンって見えるはずなんですよね。こうやってね、そう見えるように、まあ、あっこの突き当たりのところに一応建てる予定なんですけど、ここからバーンと、いいでしょこの道、まっすぐ続いてその奥にボーンって
あるっていうね、うん、まあなんていうかな、その俺が今考えてるのは、なんかそんな人通りがいっぱいあってね、なんか例えば駅前の商店街の中に出店するとかっていう感じじゃなくて、なんかもう目的地の一つとして来てもらえるようなとこにしたいんですよね。どっちかっていうと、なんかその人の往来があるところに出店するっていうよりはね、考え方としては人がいないところに人を呼ぶっていう考え方、うん、でそっちの方がなんかいいかなと思ってて、うん、でそういう考え方ですよね。ちょっと足を伸ばしてでも、行きたいなっていう風に、行く価値があるなっていかに思わせられるかっていう、そういうところだと僕は思ってて、勝負はね、うん、なのでそういった考え方のもとですね、まあちょっとまあ僕も軽井沢のカフェ全部回ったわけではないので何とも言えませんけども、まあなあんまり軽井沢にないような、軽井沢ってね、どっちかっていうとやっぱりその何、こう自然の中にある感じなので、どちらかというとそのカフェとかもいっぱいあるんですけど、あれですよね、木のログハウス的な、なんかこのイメージはなんとなくね、皆さんもそういうイメージあると思うんですよね。軽井沢に行くとそういう自然の中のログハウスみたいな、木のロッジハウスみたいな、ロッジみたいな感じの、なんかそういうこう、うん、なんか木のぬくもりみたいな、そういうのが多いんですけど、僕そういうのやるつもりがなくて、というかそういうのやるんだったら、いや、わざわざねやる意味がないじゃないですかね。他のところ行けばいい話で、そうじゃないなんか新しいオプションみたいなところで、まあ軽井沢の規制も厳しい中そこの際を攻めるっていうかね、そういう感じにしたいかなと。で現時点ですけどね、建物の高さをめちゃくちゃ高くしたくてですね、軽井沢の一応これも規制があるんですよ。軽井沢の建物のその高さまで規制があってですね、そのギリギリのマックスね、確かに8メーターとかだったんですね、建物それ以上高くしちゃいけないみたいな、そういうのがあるんですけど、もうそこのギリギリくらいの高さ、超高い、超天井高い、でその天井高いからこそ、ここの道からドカッとで、こうパキッとバキッとこう見えるみたいなね、そういうような佇まいをこう目指したいなと、まあ頭の中では思ってますけども、まあよくはまあね、まだまだまだこれからなんで、まあめんどくさいところはね、うちの両親に任せて、僕はああだこうだ好き勝手言うだけですけども、まあそんなとこですかね。はい、まあこれから追ってまた見せていきますよ、うん、まあそれでもなんとなくね、広さが分かるようにちょっと僕歩いてきます。で僕これ今日ですね、雨が降って、今朝昨日の夜とかちょっと長靴履いててダサいんですけど、勘弁してくださいなんとなくわかります？なんとなくイメージつきますか、広さの、うん、なんて言ったらいいかな、なかなか例えにくいんですけど、まあこれくらいの広さのところにねやるっていう感じで、いいですね、気持ちいい来てほしいですね、一回軽井沢に来たことない人たちは、これが軽井沢に来るきっかけになるっていう、なんかそれも僕素晴らしいなっていうふうに思うので、初めて来ましたっていうね、いいですよ。まあそんな感じですかね、うん、ではまた。